4月21日の星座別運勢ランキング第1位天秤座。バランスの取れた幸運が舞い降りる。天秤座のあなたにとってバランスが取れた日、人間関係や仕事の調和が取れ、幸運が舞い降りるでしょう。周囲の人々からの支持も高まり、成功への道が開ける予感があります。今日は自信を持って行動しましょう。ラッキーアイテム、バランスを象徴する天秤のペンダント。バランスを保ちながら運気を高めるお守りです。第2位手座、夢を追いかける勇気を持て。伊手座のあなたにとって夢を追いかける勇気が湧く日。過去の失敗や挫折を乗り越え、新たな一歩を踏み出すチャンスです。自分の目標に向かって進む勇気を持ち、周囲のサポートを受けましょう。ラッキーアイテム、矢をイメージしたアクセサリー。夢や目標への的確な導きを与えてくれるでしょう。第3位獅子座、自己表現力が光る日。獅子座のあなたにとって自己表現力が光る日。周囲の人々に自分の存在をアピールできる絶好の機会です。自信を持って自分を表現し、自分らしさを大切にしましょう。自己啓発やスキルアップのための努力も実を結ぶでしょう。ラッキーアイテム、ライオンのモチーフのアクセサリー。自己表現力を高め、自信を持って周囲にアピールする力を与えてくれます。第4位水瓶座、想像力が開花する日。水瓶座のあなたにとって想像力が開花する日。アイデアが湧き、新たなプロジェクトや趣味に取り組むチャンスです。周囲の人々とのコミュニケーションも円滑に進み、共同作業やチームプレイが成功するでしょう。ラッキーアイテム、水をイメージしたアクセサリー。想像力やインスピレーションを高め、アイデアの泉を解放してくれます。第5位双子座、コミュニケーションが円滑に進む。双子座のあなたにとってコミュニケーションが円滑に進む日。人との関わりが深まり、新たな出会いやチャンスが訪れるでしょう。積極的に会話を楽しみ、人とのつながりを大切にしましょう。ラッキーアイテム、双子座のシンボルをあしらったアクセサリー。コミュニケーションを円滑にし、人とのつながりを深める力を持っています。第6位ヤギ座、忍耐力を持って目標に向かえ。ヤギ座のあなたにとって忍耐力を持って目標に向かう日。努力や我慢が実を結び、目標に近づくチャンスです。自分の頑張りを認めてもらえるでしょう。目標に向かって着実に歩み続けましょう。ラッキーアイテム、ヤギのモチーフのアクセサリー。忍耐力や努力を高め、目標に向かって進む力を与えてくれます。第7位牡牛座、安定した日々が続く。牡牛座のあなたにとって安定した日々が続く日。仕事や生活面での安定感があり、心穏やかに過ごせるでしょう。自分自身を大切にし、心身のバランスを整えることが重要です。ラッキーアイテム、牡牛座のシンボルをあしらったアクセサリー。安定感や心の平穏をもたらし、バランスを保つ力を与えてくれます。第8位サソリ座、感情の変化に注意が必要。サソリ座のあなたにとって感情の変化に注意が必要な日。怒りやイライラが募りやすく、周囲との関係が悪化する可能性があります。冷静さを保ち、感情のコントロールに努めましょう。ラッキーアイテム、サソリ座のシンボルをあしらったアクセサリー。感情のコントロールや冷静さを保つ力を与えてくれます。第9位魚座、直感を信じて行動しよう。魚座のあなたにとって直感を信じて行動する日。思いがけないチャンスや運命の出会いが訪れるかもしれません。自分の直感に従い、積極的に行動しましょう。ラッキーアイテム、魚座のシンボルをあしらったアクセサリー。直感を高め、運命の導きに従う力を与えてくれます。第10位乙女座、自己犠牲に注意が必要。乙女座のあなたにとって自己犠牲に注意が必要な日。他人のために自分を犠牲にすることで、自分自身が疲弊してしまうかもしれません。自分の心の声に耳を傾け、自己愛を持って行動しましょう。ラッキーアイテム、乙女座のシンボルをあしらったアクセサリー。自己愛や自己肯定感を高め、自分自身を大切にする力を与えてくれます。第11位お羊座、自己主張が通りにくい日。お羊座のあなたにとって自己主張が通りにくい日。周囲の意見や要望に押され、自分の意見が伝えづらくなるかもしれません。